お願いパトロン様、ザ・ステージ心を歌え、朝木役の岩木直哉です。ビジュアル撮影の感想なんですけれども、まあ今までやったことないような作品、その作品でのビジュアル撮影では今までやったことないような撮影の雰囲気というか、カットになっておりまして、なんていうか、もう本当に写真集を撮っているかのような、作品を作っているかのような雰囲気でずっと撮ってたんですけど、それがすごく楽しくて、で衣装もですね、めちゃくちゃこうかっこいいんですよね。この刺繍だったりとかも、これとかも全部刺繍になってまして、こういうとこなんですけど、こういうとこにもぜひ注目してもらいたいですね。はい、すごく楽しく撮影することができました。はい、作品への意気込みなんですけれども、まあ僕自身その名前が一番上に上がってるっていうのが初めてなんで、本当に大きな責任とかも感じてるんですけれども、まあ、逆にそれを楽しみながら、見に来てよかったと、何回でも見たいっていうふうに思ってもらえるように頑張りたいと思っています。はい、お客様への一言ということで、まあこれはいろいろあるんですけれども、一言で言うと、もう絶対に見に来てくださいっていうところが伝えたいですね。まあ、まだ作品のこととかっていうのはまだ作る前なのであれなんですけど、もう絶対にやってやるぞっていう気持ちでいっぱいなので、ぜひ見に来ていただきたいです。はい、以上、焼き鍋でした。